なら次はない。己の力を信じ、王者徳山がハイレベルな戦いを見せる。横浜アリーナから生中継、 WBC スーパースーパーフライ級タイトルマッチ、これから戦う男2人がコールされます。チャンピオンになって丸1年、世界戦のリングに上がるたびにバージョンアップしていく徳山雅森。赤コーナー、 WBC 世界スーパーフライ級チャンピオン、115パウンド、神奈川ジム所属、強烈な右ストレートを今日も叩き込めるか。強い強いチャンピオンになるための大きな試練の指名試合、ここをクリアしたい。今年に入って畠山貴教も星野慶太郎も指名試合で敗れて王座から転落しています。厳しい山になる指名試合です。さあ続いては挑戦者、の2月あのアンタッチャブル川島宏からタイトルを奪い3度防衛、98年韓国の張に敗れ王座転落から3年、その張からタイトルを取った徳山にトップコンデンターとして挑みます。さあゲスト解説はこのケニアの差にタイトルを奪われてしまった川島宏さんなんですが、川島さん、はい、改めてケニアの差の強さというのを簡単に。そうですね、パンチが強いと、パンチが消えるってことですね、ディフェンスがいいと。徳山はこう距離を取って戦いたい部分はありますか。そうですね、自分の身長とリーチうまく活かして、ボクシングしてほしいですね。レフェリーはイギリスのラリー・オコーネル、54回目の世界タイトルのレフェリーです。過去ジョージ・フォアマンのタイトルマッチもさばいています、ラリー・オコーネル。2人が向かい合いました。体格は全てにおいて徳山が上、負ける気がしないんですと徳山。そしてハングリーフォータイトル、タイトルに植えているペニャロサ、いよいよ試合が始まります。歩くステップを踏んでいる徳山、Come away from the ring, so it... さあまだペニャロサ陣営がセコンドが出ません。徳山コールも起こっています。今ゴンが鳴りました。 WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ始まりました。徳山は独特の間を持っています。取り口タイミングが独特と言われていますが、左から出していきます徳山、そして右を持っていきました。ただサウスポーをちょっと苦手にしている部分はあるんですが、解説は大橋秀樹さんです。大橋さん、はい、徳山の今日のポイントはどうでしょう。そうですね、やはりペニャロサパンチありますし、はい、接近戦になりますと非常にね連打も効くんですよね、ですから、まあ、徳山君が上回っているスピード、リーチ、それを、ね、最大限に生かして足を使って左もついて自分の距離でボクシングしたいですね、はい。徳山はあのサウスポーと戦うときに川島さんにアドバイスをもらったそうですね。そうですね、まあ、よくあの右というような、はい、サウスポーの攻め方をするんですけども、はい、やっぱり左ジャブを使って、ボクシングするというのが大事だということをおっしゃっています。ただここまではちょっと左ジャブというよりも打ち合うという形に持ってくる、来ましたね、はい、さあ距離を取らずに打ち合うのか、ペニャロサも前に出てくる。徳山君ね、あまり動かずに、はい、その強いパンチを、ね、打とうとしてますよね、もう向かい打つ構えですね。徳山はとにかく序盤でペースを取るのが一番大切なんです、1ラウンド2ラウンドにポイントだと話していたんですが、そのあたりでペースを取りにいっているということは、あるんですが右を持ってきました。ちょっと徳山君ねパンチが力入りすぎて大振りになっているところありますんで、もう少し、ね、落ち着いてこれいつものボクシングしたいですね、はい。金沢会長もちょっと左振りやっと、ちょっと打ち合わない方がいいですね、川島さんのアドバイスでは本当に左を突きたいところですね、これね。そうですね、はい、少しまだ緊張してるみたいですね。緊張がありますか、徳山君ね左のボディを、ね、打とうとしてるんですけど、まだ前半はまだ打たない方がいいですね。というのはどうして、やはり接近戦になってしまいますし、はい、このガード開いてしまいますから、そこをうまくねペネロサが右服を合わそうとしてるんですよね、はい、ですからもうちょっとね足を使って、はい、まだねボディとかにはまだね強いパンチはいらないと思いますね。さあ第1ラウンドの最初の最初からチャンピオンが出ていきました。そしてピアノさんもそれを受けてパンチを放っていきました。アランドの右、いいですね、はい、この右は得意のパンチです。しかし右をもらいました。ペニャロサの右、今度左、ワンデフィニック、
強いですね。強いですよね。そして左ストレートも得意、はい、徳山君の内側にパンチ打ってきますからね、それも一発で倒せるね、パンチが左も右もありますから、本当にこう怖い、挑戦者ですよね。右から左を持っていきましたペニャロサ。とにかく徳山はペニャロサのプレッシャーに押されて下がってしまってはいけないという話もしていましたが、どうでしょうか、うまく回っていますか。それとちょっとね、徳山君左のガードがね、ちょっと下がってますんで、ペニャロサの右フックがね、当たりやすい、これ角度になってますから、もうちょっと今みたいにね、ガードを上げて左打ってもらいたいですね、あ、そうですね、右を押すときに左が下がりますね。さあ第1ラウンド打ち合いの様相から始まりましたが、もう時間がありません。すごい打ち合いですね。ペニャロサは左を持っていきました。徳山そして第1ラウンドから打ち合っていった。とにかくすごい打ち合いで始まりました。この試合改めて放送席をご紹介しましょう。今日の解説ゲスト解説は元世界チャンピオンのお二人です。大橋秀幸さんと川島博さんです。よろしくお願いします。改めてよろしくお願いします。そして次の挑戦者として迎えます東洋太平洋チャンピオンの龍光和弘選手もここから見守るということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。さらに同じ格闘技界から新日本プロレスの武藤圭司さんにもお越しいただいています。よろしくお願いします。どうも。第1ラウンドの攻防をどうご覧になりました武藤さん。いやー、俺具体的なあの技術の攻防わかんないですけど、チャンピオンかっこいいですね。かっこいいですね。風格ありますよ、大丈夫ですよ、風格を感じますか。はいはい。いやー、でもチャンピオンはまあそれほど無理をしなくてもという部分はあると思うんですけども。俺も昨日ね、防衛戦があって無事防衛しました。今日チャンピオン防衛してほしいですね。そうですね、さあ第1ラウンドから打ち合っていって、さあ第2ラウンド、ペニャロサは胸の前で十字を切りました。どういう展開か、また打っていく。いや、徳山君がね、この一覧出だしからこれほどね、攻めていくとね、この予想外の展開でしたね。もう少し足を使ってね、距離をね取ると思ったんですけどもね、本当に予想外な、もう積極的ですよね。まあ、チャンピオンとして余裕を持って戦うなら最初はこう足を使って左を突きながらというね、川島さん予想もありましたよね。そうですね、僕も予想外ですね、前半から行くと思ってたんですけど、この辺りどういう気持ちなんですかね、徳山の。まあ、あの前半からペースを取って後半に持っていこうという思いだとは思うんですけども、それとですね、徳山君前回韓国で右一発で KO してますよね、やはりその点からね、右にパンチ力自信があるんで、その一発当たればっていう感じのパンチですよね。ただ一番最初に川島さんおっしゃいましたが、ペニャロサもパンチありますもんね。ありますね、ディフェンスもいいですからね、やっぱ気をつけないと、こうやって見ましてもペニャロサは非常にガードが高いですよね。川島さんの、ここはうまく柔らかいですね、柔らかいですね、膝を柔らかく使って目がいいですね、上のパンチを避けます。コーナーサイド、やはりですね、チャレンジャーサイドもちょっと第1ラウンドの向こうの立ち上がり面食らったようで、とにかく我慢しろ我慢しろと、1、2ラウンドは冷静に行けという声が飛んでますね。なるほど。大久保さん、一方の赤コーナーですがね、金沢会長、少し動きは硬いかなという話なんですね。とにかくくっついたらあかんと、自分の距離で行けと、それだけだということです。金沢会長は戦う前からとにかく距離を取っていった方がいいんじゃないかという話をしていましたが、徳山はとにかく大きなことをやる男です。やはりね、ペニャロさんのパンチもね、うまさもあるんですけども、ちょっとね、負けた試合っていうのは、全部この足を使われて、追い足が一点も疲れて、結局負けてるんですよね。ですから、その試合をね、参考にして徳山君、行った方がね、いい結果が出ると思うんですけどね。ペニャロさん左、積極的に行った方が、この見てる方はね、面白い試合になりますよね。徳山本人も面白い言い方をしてまして、つまらない試合だったら僕のペースかもしれません、そして打ち合って面白い試合だったら相手のペースでしょうという話をね、川島さんしてたんですよ。そうですね、でも違いますよね、まあ、今日の展開は今日は前半から積極的に仕掛けてますね、自分から自分から積極的に、徳山の得意の右です。この右に大いに自信を持っている、最近は威力を増してきたという徳山。本人も下がらないということを言ってましたね。今のこの位置で止めとくと相手、止めるという作戦をするとは言ってましたけど、まさかこういう展開になるとは思ってなかったですね。ただペニャロさんもここはちょっと見合っている、ここはフェイントの掛け合いが左、先に徳山が入れます、見合ってるだけなんですけどね、このハイレベルなね、この目のフェイントだったり、しかしすごいフェイントの掛け合いでしたね。今ボディを押しましたが、やっぱり右フック返ってきますね、怖い部分ではあります、ペニャロさんは徳山がボディを打つと右フックを狙っています。気をつけなくてはいけません、左フック、これは巻き込んでしまった。ここで第2ラウンド終了です。あっという間に第2ラウンド終わりました。
両者の体格を比較すると身長、リーチ、握力と全て徳山が上回る。徳山は多彩なジャブで自分の距離をキープし、さらにリーチを生かした右ストレートを叩き込んで一気に勝負をかける。サウスポーのペニャロサ攻略は左の使い方が鍵となる。ポイントを上げましたが、左の使い方が上がったんですが、ちょっとそれとは違う展開になってきています。第3ラウンドが始まりました。あ、しかしここは左をついていきますね。この辺りから少し変えていく。右、左、左、左、積極的に中にも入っていく徳山です。しかしペニャロサはこれはありがたい展開かもしれません。このまま少しずつプレッシャーかけてくるでしょうね。ペニャロサですか。ペニャロサも前半ですね、はい、まあ、序盤徳山君にいきなり先制攻撃かけられて、はい、少し戸惑ったと思うんですけども、このラウンドは少しだいぶ落ち着きを取り戻してね、はい、よく相手のパンチを見てますよね、はい、ですから徳山君その一応ありですね、はい、そこにカウンター気をつけてもらいたいですね。ただ徳山はこのタイトルを取った時に韓国のチョ・インジュと戦ったんですが、やはり最初からもう積極的に攻めてそのままペースを握ったということは川島さんありましたよね。そうですね、まあ、あの場合はまあ、KO で、ね、結構だったんですけども、左引きでペニャロサの左、おっと体を崩した。ペニャロサの左ストレートが伸びてきました。あのワンツーの左ストレートはね、一番ペニャロサパンチ強いんですよね。右を取り伸ばします。今度はボディーが左引き、ちょっと大振りでしょうか、大丈夫でしょうか。さあ、この勝者と次期次に戦うと控えています龍光選手にも来ていただいているんですが、龍光さん、はい、第1ラウンド第2ラウンド見てどうですか、この攻防は。いつものね、徳山君のリズムじゃないんですよね、正直なところ。そう思いますか。迎え撃つっていう感じになっちゃって、そのあたり徳山どう考えているのか。ちょっと徳山君のパンチがね、非常に大振りになってるんですよね、はい、ちょっと心配なところですね。さあ、速いパンチではあります。スピードはあります。徳山、さあ、右のボディは腕の上からでした。ペニャロサバランスを失った後に狙ってますからね、ペニャロサ。はい、この辺の大振りというのを気をつけた方がいいですね。相手が打ってきた後しっかり見ている。そのあたりは川島さんもかなりやられましたもんね。そうですね、僕もやられましたから。あと左、そうですね、ロープへ詰めると徳山君が詰まりますと、はい、連打できますからね、はい、なるべくロープには詰まる方がいいですね。徳山も後ろに下がってはいけないことは分かっていると話していましたが、左前に出ていく。左ボディ徐々にですけど、ペース的にはですね、はい、ペニャロサがじわじわ攻めてですね、はい、だんだんペニャロサの距離になってますね。下がりますね。これですね、はい、右を打った後の左のカウンターですね、これが一番得意としているパンチなんですよね。まあ、相手を面食らわすという意味で最初出ていったというのは一つの作戦かもしれませんが、この辺りでちょっと作戦を変えていった方がいいのかもしれない。徳山はどう考えているか。とにかく徳山は試合試合によって戦い方を変えます。その試合によって当たるパンチが違うんです。それを見つけていくんですという話もしていました。今なんかね、徳山君チャンピオンなんですけども、まるでなんか挑戦者のようなね、戦い方ですよね。特に1ラウンドはそうでした。左、さあ、第3ラウンドは徐々にペニャロサが前にプレッシャーをかけてきています。おっと、ワンツーもらいました。徳山いい、これは当たりません。第3ラウンドが終了しました。サウスポーのペニャロサの特徴はガードが硬く位置が高い、そして相手のパンチを入れさせない高いディフェンス力。体全体で打ち込む左ストレートは強力だ。徳山どう攻略するのか。先ほどのラウンドあたりからペニャロサがじわりじわりとペースをつかみかけているという話。強烈な左ストレートも放ってきました。さあ、第4ラウンド、また徳山は中に入ってボディから、そして上にパンチを返します。しかし上のパンチはガードが硬いですからね、しかしですね、徳山君も強いパンチ、ね、打ってますよね、はい、一発当たればね、これダウンシーンもね、はい、見られるような強いパンチ打ってますよね。はい、赤コーナーですがね、スピードと距離相手に合わせるなと、パンチは小さく特にもっとジャブを使えということですね。やはりジャブ、はい、ボディです。左ボディが入りました。大熊さん、はい、チャレンジャーサイドチャンピオンの印象についてなんですが、非常にやはりパンチ打ちにくいと、はい、そう素直に答えてくれました、ただ徐々にペースは来ていると、これからペース上げていくと話しています、はい、なるほど、まあ、1ラウンド2ラウンドこううまくボディ、ボディが入った。2ボディローブローの注意が与えられます。ペニャロサはもう試合巧者ですからね、この休んだり出てきたり、もう変幻自在にね、ペース変えてきますからね。そうですね、川島さんと戦った時も中盤少し休んでいる部分があったんですよね。そうですね、そして後半出てきました。まあ、そこら辺はちゃんと計算してね、落ち着いてやってるんでしょうね。はい、おっとペニャロサ右、徳
福山ちょっと後ろに下がっている、両方戦している、ね、代表からいいですね、パンチを受けます。ちょっと打ち合いになってもそのペニャロさんはパンチ小さいショートパンチなんですよね、その辺のちょっと差が今出てますね。なるほど、ショートパンチだけに的確に当たった、また左ストレート、これをもらってはいけません。今日は新日本プロレスの武藤敬司さんにも来ていただいていますが、武藤さん、このチャンピオンの気持ちというのはどう感じられますというか、チャレンジはなんか豆タンクみたいな、なんか全身全身すごいですね。そうですよ、プレッシャーが本当にすごいですよね、はい、鹿島さんね、これね、そうですね、相当のプレッシャーを感じてるでしょうね、はい、まあね、ペニャロさんはそのただ前に出てくるだけの選手じゃないですからね、はい、ガードもしっかりして、ディフェンスもいいですからね、はいはい、徳山のガードはどうですか、やはりちょっと左は低いですかね、ちょっと左も右もね、両方ちょっと下がり気味になってるんですよね、まあ、噛んでね、避けるタイプですね。ストレート、今度はボディ、徳山も打たれたらすぐ打ち返します。非常に勘のいい選手ではあります、徳山。左、やはりね、この非常にお互いスピードあるんですけども、打ち合いになった時にこのやっぱりガードがしっかりしてる方がやはり勝ちますからね、その点、ペニャロさんの方がしっかりしてるんで、徳山君ね、もうちょっとね、ガード上げて打ち合ってもらいたいですね。ただ徳山のこの左のボディはかなり入ってるんじゃないですか、しかしボディが入ってきます。あっと右はうまく避けました。本当に一瞬の目が離せない攻防になっています。お互いにうまく避けながら、うまく当てながら、と右ストレート当たりません。徳山、ペニャロさん、右ジャブから右フック、徳山君のちょっと3発のパンチはちょっと読まれてね、当たらなくなってますんで、はい、この辺でコンビネーションですね、はい、4発目5発目当たるように、はい、ちょっとあのコンビネーション切り替えた方がいいですね、はい、徳山も言っていました、ペニャロさんはガードがいいので1発では当たらない、3発4発と叩き込んでいかなければと話していたんですが、どうも力が入っている徳山ではあります。左の攻撃が大丈夫か、徳山、第4ラウンドが終了しました。第1ラウンドから打ち合いになっている今日の WBC スーパーフライ級タイトルマッチ、徳山3度目の防衛戦、これから中盤第5ラウンドに入っていきます。この辺りのペニャロさんの攻撃、後ろに下がって受けている徳山、川島さん、心配な部分ではありますね、はい、そう、少しずつ距離を詰められてきてますね、プレッシャーをかけられて、はい、だからやっぱり離れた距離、はい、左ジャブを使って離れる、はい、そして右ストレートを決めると、そういう展開に持っていってほしいですね、はい、さあこのラウンドは戦い方を変えるのかどうなのか、左は少し出していますが、フェイントのような形、右をもらいました徳山。来日挑戦人の3世です。自ら来日を公言して世界チャンピオンになった初めての選手、ただリング上では男1対1の戦いと話します。アッパーから左、当たりません。まあ、でも徳山君は、ね、フェイントをかけてですね、はい、ちょっとね、工夫がちょっと見えますよね。そうですか、ここまでの戦いとはちょっと違いますか。そうですね、またね、ペニャロさんの方はね、はい、先ほどのラウンドからですね、このパンチに力を込めた打ち方をしてますので、はい、もうちょっとね、倒しに行くようなパンチを打ってますね。ですから、ちょっと徳山君は警戒した方がいいですね。はい、徳山さん、左、はい、2人のお兄さんのカルロスとボディーボーイからですね、はいはい、チャンスがあれば行けと声を飛んでますね。ペニャロさんはですね、フィリピンでも有名なボクシング一家の5男です。お兄さん全員ボクサーということで、まあ、今日もセコンドについている次男のドディボーイは2階級制覇の IBF の元世界チャンピオン、もうフィリピンではとにかく有名で、今日も生中継をこの試合をされているんですが、とにかく人気あるそうですね、大橋さんね。そうですね、もうね、お兄さんの方もね、非常に強いボクサーでしたからね、ドディボーイはこう足にこう故障を持ちながらね、そうですね、見事に世界チャンピオンになったバッドボーイというあだ名でも呼ばれていましたが、お兄さんもパンチありましたからね、それをもちろん受け継いでいます。そっくりですよね、ボクシングはね。あ、そうですか。でも運動能力は兄弟の中ではペニャロサが一番だと、ジェリーペニャロサが一番だという話もしていました。あっと、ボディ徳山、ボディです。このラウンドからちょっと足を使うような感じになってきましたね。これは多分セコンドの指示通りにね、はい、徳山君動いてますよね、はいはい、本当はこのボクシングでいいんですよね、うん、はい、外して外して、はい、はい、ペニャロさんのパンチをうまく外して、そして回を入れ替えます。左左とかわします、うん、だいぶペニャロさんのパンチの空振りも目立つようになってますからね、はい、これも届きません、はい、距離を取ったのはね、徳山君もいいボクシングになりましたね、はい、左ガードの上からですが、パンチを飛ばし取りました。左アッパーを見せました。右のボディです、ペニャロさん。動きますと、もうペニャロさんの空振りばかりは目立ちますね、はい、ペニャロさん、こうプレッシャーをかけてくるんですが、大足というのは川島さん、どうなんですか。そうですね、あんまりそのワンツーとかっていうような感じで踏み込まないですよ、なんか右フックからと、左を流す感じで打ってくるんで、その辺はまあ、かわせるんじゃないですかね、徳山選手は。だから足を使えば、かなり
楽な展開だという予想で、ああいうの右回りですね、目切りましたね、ペニャロサですね、右ストレートですね、右ストレートでちょっとまぶたのあたりを切りましたか、違う、はい、右のまぶたのあたりですね、はい、ちょっと時計は右もらった、やはり、ね、こう足を使った方がね、はい、本当にこう徳山のいいペースになりますよね、はい、ただ打った後ちょっとバランスを崩すとパンチをもらいますね、そしてやはりペニャロサのプレッシャーもあります、ペニャロサは前へ前へと出てきます、第5ラウンドが終了しました、大きな声援が飛びます、 WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、チャンピオン徳山、先ほどの第5ラウンドあたりからちょっと足を使うようになってきました、そうすると楽になってくるという放送席の指摘もありましたが、本来のスピードがある時、しかしペニャロサはプレッシャーをかけてきます、試合は第6ラウンド、何か大橋さん、もう中盤に来てしまった、ね、6ラウンドに来てしまったという感じですね、やはりお互いにこのスピード感がありますから、はい、もう本当にラウンドするのもね、早く感じましたね、はい、赤コーナーですがね、先ほどのラウンドはいい動きになってきたと、はい、とにかく左右に動いてまずジャブからだと、うん、自分のボクシングをしろと、はい、いうわけですね、金沢会長もちょっとホッとしてるんじゃないですか、国吉さん、最初はそうですね、かなり興奮気味ですね、会長、なるほど、徳山君に足を使われて、はい、若干ペニャロサちょっとね、やりにくそうな表情もしましたし、うん、だからこのペースでね、はい、いいんじゃないですかね、はい、まずは最初に面を食らわせて相手にびっくりさせておいて、そしてその後また戦い方を変えていきます、これも徳山ならではかもしれません、とにかくこの徳山というのはこうどんな相手にもうまく対応していく部分は川島さんありますよね、そうですね、その日によって当たるパンチが違います、試合の中でそれを探していくんです、それが当たるようになれば次のパンチが当たって、そして試合をうまく運べるんですと徳山は話しますが、そういう形に持っていければ川島さんいいですよね、そうですね、今の変化すごくいいと思いますね、はい、追い出しないですからね、はい、さあペニャロサのパンチが少し当たらなくなってきました、そうですね、逆にこのミスをさしてから、はい、徳山君の右ストレートですね、はい、これが当たればね、このダメージ与えられると思いますね、左を伸ばします、左を伸ばします、いいですね、相手を中に入れません、うん、さあここからペニャロサが入ってくるがパンチを打てない、右アッパーは空を切りました、足を使う、はい、このラウンドも完全にね徳山君のペースになってますね、そうですね、はい、完全にペースです、うん、ついていけないですね、徳山の速い動きにペニャロサは前に出るだけ、手を出せません、パンチが当たりません、徳山はうまく右を当てた、武藤さん、この辺りの作戦の変換というのはどうご覧になります、はい、いやただ、お互いのパンチ空気いってるけど、なんかすごい一発倒してやるっていう気迫がすごいお互いの気持ち伝わってきますね、うん、そうですよね、はい、特にペニャロサはかなり力を込めてパンチを打ってきます、さあボディを放ちました、上下の打ち分けもしっかりしたい、ボディがかなり有効になってくるのではという試合前の徳山の話もありました、左のボディは当たっています、こういう状態でいいんじゃないですかね、リーチありますからね、はい、ジャンプ使って動いて、左回りして、うん、いい展開だと思いますね、そうですよね、身長で 8.5 センチも上回って、ね、リーチでも4センチですか上回っている徳山ですから、うん、その優位な部分をしっかり使っていきたいですよね、した方がいいですよね、ボディに入れました、しかし右をもらいました徳山、またペニャロサの方もですね、打ち合いになるところパンチは強いんですけど、自分が追ってパンチが打つと、それほど威力は感じられないですね、第5ラウンドあたりから作戦を変えてきた、ボディそして左と体を交わします、何か闘牛士と闘牛のような形にもなってきました、あと頭でちょっと当たってきました、さあここで打ってくるペニャロサ、今ロープ詰められましたけど、うまくねサイドステップでね、はい、右当たったペニャロサ、しかし徳山のペースになってきた感じ、うまく足を使っています、得意のスピードを使っています、徳山第6ラウンド終了、前半が終わりました、世界タイトルマッチ、これから第7ラウンド、あこちらフィアンセのチェ・インシクさん、おととし12月東洋太平洋のタイトルを初防衛した後リング上からプロポーズしたというのは非常に有名な話です、今日も勝ったら何か考えているかもしれません、チャンピオンの徳山雅守、さあ足を使う展開になって非常に楽といいますか余裕が感じられるようになってきたと思います、チャンピオンの徳山、さあここもうまく左を伸ばしてペニャロサが中に入っていけません、うん、今度はねこのミスをさした後に、はい、徳山君の右ストレートですね、うん、そこを打ちたいですね、はい、それがあるとはもうダウンシーンもね、はい、あると思いますね、今のもうまくかわして、そして足を使ってペニャロサを追ってこられない、まあ、次期挑戦者としてこの放送席から見ている龍光さん、はい、この辺の作戦の転換というか
なんか次に戦う時に参考になるんじゃないですか。あ、僕ですか、そうですね、まあいろいろ自分を当てはめて見てるんですけども、やっぱりそうですか、はい、徳山君はこういう形になった方が全然いいですね、動きは。我々が見ていても徳山が非常にこう余裕を持って戦っている感じです。まあ、今から考えますと川島さん、はい、1ラウンド2ラウンドこう出ていったっていうのはやっぱりある程度びっくりさせてやろう、ペースを取ってやろうということだったんでしょうかね。そうですね、バッティングしたね、左切りましたね。今度は左ですね、先ほどは右でしたよね。徳山君も切れましたね、両方切れましたね。両方切れましたか、はい、ペニャロさんも左が切れましたし、徳山も右の方ですか、まあ、偶然のバッティングですね、はい、頭が当たりました。ちょっと血が出てきています両者。まあ、ペニャロさんこれ両目切ったんですけども、はい、これでもうかなりね、このペースを変えられて、ペニャロさん焦ってくると思いますよね、はい、焦って空振りしてくるところですね、はい、徳山君カウンターチャンスですね。右、おっと左アッパーは空を切りましたが、また右を最後入れます。今度は右のボディ、いいフタバット。徳山頭がすごいですね。ペニャロさんが前へ突っ込んでくる、それをカウンターで打ってやろうと前に乗り出した。徳山頭が当たりました。左、徳山の左フック、また左、ペニャロさんちょっと焦っている感じもここから見られますね。もう焦ってますね、かなりね、徳山ここまではいい戦いをしています。3ラウンド4ラウンドあたりちょっとペニャロさんに取られたかなという部分もありましたが、その後足を使うようになって展開が変わってきました。やはり作戦だったんですね、最初出てたのはね、これは本当にでも、はい、思い切った作戦ですよね。徳山そう思い切ったことができる選手なんですよね。あっという間に頭を当たります。少し余裕が出てきましたね、はい、チェンジしてサウスポーに変わったりとかして、はい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 、動いて左右に、そうですね、スイッチしてますもんね、まあ、相変わらずねガードは下がったままなんですけどもね、怖いですね。うまくでも左左とかわしてますよね、はい、時は左深く空を切りました。右左も当たりません。肩を入れていなし方がうまいんですよね。いなし方、いなし方というか、はい、相手が打ってきたところをどういなすか、肩を入れるんですね。肩を入れる、はい、この辺がうまい、左右に回るんですね、うん、そしてこういう感じですね。この辺りもサウンド対策、ペニャロサ対策がうまくいってますね。そうですね、第7ラウンドが終了しました。先ほどのラウンドバッティングでちょっとまぶたを切りました徳山は右まぶたなんですが、大橋さんどうですか見てこれ。まあそれほど深い傷ではないですね、はい、まあ、ペニャロサの方がねこれ両方切れてますから、はい、このバッティングでは左を切ったんですが、その前に右の方も切っていました、うん、両方切れてますとやはり血が出ますとね、精神的にもね焦るんですよね、はい、偶然のバッティング、はい、血が目に入るとまたすごくね見づらいですしね、まあ、試合は後半に入っています。5ラウンドを超えていますので、まあ、このまま正当のパンチで広がって停止ということになったら採点ということになるんですが、岡さん、はい、コーナーですよね、右目の傷全く問題ないということですね。問題ない、はい、足を使って本来のスピードになってきたんで、あとはガードを高くして打ったらとにかく動けということですね。なるほど、ガードはやはり心配ですね。今も右をもらいました。ガード心配なんですけどもね、非常に徳山君目が良くてですね、はい、本当にうまく崩すんですよね、いいですね、打って左とかわします。すごいモーションが大きかったんですけど、はい、その前にフェイントがかかったんで、うまくペネラソの顎に上がりましたね、でも川島さん本当にこうやって見てますとサウスポー対策というか、もうサウスポー苦手じゃないみたいな感じですね。そうですね、もう直面してますもんね、かわしてますからね、まあね、隠した相手にはこういなせるんですけども、こういうね、ペニャロス相手にこういうボクシングできるっていうのは、うん、本当に徳山君のこのテクニックっていうのは、はい、もう本当にハイレベルですよね、はい、岡さん、青コーナーなんですよ、はい、左の眉の横はちょっと 1.5 センチと傷切ってますね、ただ右はまた問題ないと、そういう話ですね、はい、で基本的にはカウンターでいきなさいと、そういう声が飛んでますね、はい、徳山が出てきたところうまくパンチを合わせていきたいんですが、徳山が出てきた後ひらりとかわしますんで、もういないという感じなんですね、前に。この辺りでペニャロサとしては難しそうです。また頭が当たりました、ね、はい、今のも徳山がこの左のストレートをうまく避けようとしてパンチが当たります。こうやって肩を入れるんですね。そうですね、この部分で頭が当たってしまうところもあります。ただ川島さん、はい、4年半前にこのペニャロサとグローブを合わせた時とここまで動きを見てどうですか、ペニャロサ。まあ、それをさせない福山君がまず上手いんじゃないですかね。なるほど、上手さがありますからね、まあ、スピードはやっぱり少し落ちてるかなと、スピード落ちている感じはしますけど、はい、パンチは相変わらずありますね、ペニャロサ本人はその間に経験を積んだ分、私はもっといいボクサーになっているんだという話もしていました。
を突いていきますが、ペニャロサの右は当たりません。やはり距離があります。そして徳山のパンチは顔面を捉えます。あー、うまい感じ。しかし右フック、ペニャロサ打っていきました。今度はボディです。上と見せかけてのボディを放っていきました徳山。本当ちょっとね、ペニャロサはちょっと追い足がないというか、非常にそのやりづらい感じの戦い方でしょうかね。徳山は今カウンターで右を持っていきました。右ストレート、この右ストレートで前回2度目の防衛戦は見事鮮烈の一発の KO 勝ち。川島さんはすぐ目の前でご覧になってましたけども、はい、世界戦では珍しいですよね、あの一発のパンチで。そうですね、片腰の右ですね、すごかったですね。はい、チェ・インジューをチョ・インジューを見事倒しました徳山です。今日3度目の防衛戦は致命試合、高い山ではありますが相手を翻弄している形です。第8ラウンドが終わりました。さあ試合は終盤に差し掛かってきました。これから第9ラウンド、残すラウンドは4つになりました。第5ラウンドから道賢翔歩と右のシューズには入っていますが、今回選んだ言葉はこの言葉、道は険しくても笑って歩いていこう。朝鮮民主主義人民共和国に招待された時に街角にあった言葉を自分が4文字熟語にしました。その言葉通りここまでいい試合を進めています。徳山正盛、今度はボディです。右のボディ、そして右、おっと相手を押した、押した押したという感じです。これはもちろんスリップです。場内からは大きな歓声ですが、スリップダウン、レフェリーからちょっと注意は受けました。このラウンドちょっとまた前に出てますか。スリップダウンだったんですけども、今バッティングでも、まあ、あのアピールしましたけども、こういうのって非常にね、皆さん焦るんですよね。もうおそらくペニャロサ殴れると思ってますから、そして無理に今出てきましたね。非常にもうペニャロサ焦ってるので、徳山君の方はこれ倒すチャンスですね、逆にね。倒すチャンスですね、なるほど。ここで一発カウンター当たれば通れますね、これね。カウンターは取りやすくなりました。さあ KO があるのか、ノックダウンからの組み、しかし左フックを返しました徳山。さあ右を突きます。ちょっとスイッチしたりして、よっと左フックは大振りになりました。川島さん、ちょっとこのラウンド大振りじゃありませんか。ちょっとバランス崩しますね。体の入れ方ってもちょっと、バランス崩す感じですね。今は左を軽く入れて体をうまく入れ替えました、左フック。しかし徳山君本当にノーガードになってますんでね、今ね、これはちょっとフェイントかかって上にパンチが来たら、怖いですよね。徳山そのあたりは分かっているんでしょうか。ちょっとこのラウンドですね、この逃げのアウトボクシングになっちゃってますよ ね、 ね、スタミナはどうなんでしょうかね。ちょっと切れたかもしれませんね、とにかく 1,2 ラウンドかなり前に出ていきましたから、あのあたりでどうなんでしょうか。右アッパー、とにかく走り込みに走り込んできました。スタミナはもう自信があると話していた徳山なんですが、ちょっとこのラウンドはですね、作戦で動いているんじゃなくて、ペニャロサのプレッシャーで動かされているっていう動き方ですよね。なるほど、これは非常にこれ体力も消耗しますし、ちょっと今ペニャロサのペースになりましたね、またね、なんか急にこのラウンドに入ってから動きが、変わってきた部分はあります。しかしペニャロサもちょっと出血が激しくなりましたね。出血が激しくなってきました。大丈夫でしょうか。本当に右の方の切れた部分から血が流れてきています。徳山の金髪ももう真っ赤に染まっています。しかしこのラウンド、ちょっとボディは効いてないですかね。効いてますね。このラウンドちょっと動きがおかしくなった、どうしたんだ徳山。ボディが効きますと、なおさらガードが下がってしまいますからね、ちょっと徳山が苦しい顔しましたね、出血ひどいですね。でもペナルティの出血も気になりますし、徳山のスタミナも気になりますが、武藤さん、どうですかこの徳山、急に何か動きがね、悪くなったんですかね。バテてる、そんな感じも見られますか。ただここでやはりチェックですね、傷のチェックですね。しかしね、ここでストップになればですね、徳山君がポイント勝ってますからね。逆にこうペニャロさんもこれ非常に焦ってくると思いますよ、ドクターに見せずにセコンド、今拭いたんですね、タオルで血を拭いたという形です。さあ残り10秒を切りました。このラウンドどうした徳山、動きおかしい、左を巻き込んだ、巻き込んだ、バランスを崩しましたペニャロさん。もう時間がありません。このラウンドはどうしたんだ、急に動きが良くなくなってきました。チャンピオンの徳山です。バッティングによりましてかなりの出血をしていますチャレンジャーのペニャロさですが、右目と、そして頭、そうですね、切ってましたね。頭の傷の方がちょっと深そうな感じですね。今の部分でしょうかね、ちょうど頭のところに、そうですね、
顔も当たりましたけどもね、ただ心配なのは徳山のスタミナというか動きが先ほどのラウンド変わってしまった、ね、はい、先ほどのラウンド待ってたところにボディにかなりパンチもらいましたからね、まあ、スタミナが切れたところにボディもらいますと、非常に、ね、ダメージ受けますんで、それはちょっと心配ですね。あと残すラウンドは3つあります。ここまでのポイントでは放送席の採点ですが、ある程度徳山分かっているんですが、ここも出ていきます。徳山が先にパンチを当てました。第10ラウンド左フック。さあちょっと動きを見てみましょう。下目、あ、頭右をもらった。バランスを崩した。大丈夫か。右ボディ右トアブアット。ペニャロサの右フック空を切りました。今のもどうも本当にスレスレの部分ですね。そうですね、もらったら危ないというパンチではありました。まあ、しかしペニャロさんもちょっとね、スタミナが切れてるんでしょうね。ペニャロさんも切れてますか。だから、ああいう空振りで倒れるんですよね。はい、足腰がしっかりしてれば、はい、空振りで倒れるということないですよね。ペニャロさんは本当にバランスが良くて、おかしいですよね。それが売りなんですが、はい、そのバランスが崩れてしまいました。あとはペニャロさんも前に出ますが、そうですね、パンチの威力もどうでしょうか。ペニャロさん、お互いにかなり疲れました。やはり1ラウンド2ラウンドと徳山が出てきた、この辺りで予想外の展開になった。かなり両者スタミナを使ったのかもしれません。あと徳山もちょっとバランスが崩れる場面が見られます。足を使いたい。足を使えるのか徳山。徳山の好きな言葉に要は気合だという言葉があるんですが、そういう展開に川島さんなってきましたね。そうですね、もうあとは勝ちたいと、どちらが強く思うのか。ここからが勝負ですね。このラウンドからがそう思った方が勝ちだといつも思っていると徳山は話します。要は気合だという試合展開になってきました。ペニャロさんもですね、ボディ打ちたいんですけども、ボディ打つとどうしてもバッティングで、はい、頭自分がもらっちゃいますんで、それがちょっとボディ打ちづらいんですよね。なかなか手出せないですよね今ね。徳山の左フックが目を捉えました。さあまたペニャロさん、血がドクドクと流れてきました。さあ徳山、このラウンド先ほどのラウンドよりも動きはいいんじゃないですか。それとですね、ペニャロさんはあまり攻めてきませんので、その分徳山君が助かってますよね。さあ右から左です。逆に徳山君のパンチはいいパンチヒットしますから、的確にパンチが当たっています。これはペニャロさんまた左スイッチしました。ペニャロさんはこれ作戦ミスですよね、ただこの場面で徳山はスイッチしました。この辺りもまだ少し余裕があるのは徳山なのかもしれません。右をつきます。とにかく今日は誰も予想がしなかった1ラウンド2ラウンド出ていく作戦に出ました。そしてその後少しペニャロさんに攻め込まれましたが、5ラウンドあたりから足を使い始めていいペースになってきました。ちょっとペニャロさんがもしかしてこのラウンドを休んでるのかもしれませんよね。そういう部分ありますね。川島君と戦った時も ねやりましたからね。そして最後の2ラウンドで出てきたペニャロさんです。もしかしたらそういう考えがあるのかもしれませんが、さあ徳山残すラウンドは2つになりました。徳山語録の中に要は気合という言葉があります。より勝ちたいと強く思う方が勝つ、そういう展開になってきました。あと残すラウンドは2つです。さあ一方のペニャロサは先ほどまでは体力を温存していたのか、あと2つで出てくるのか。そうすると徳山それをうまくかわしていけるのか。さあペニャロサもこれがある意味ラストチャンスと思って日本にやってきました。自分の持っていたベルトを取り返しに来ました。しかし徳山の前に、徳山の足に、徳山のスピードにちょっと途中からついていけませんでした。さあ徳山右です。ガードの上から、さあ徳山また足を使っています。動きがまた少し良くなってきた感じもします。徳山そうですね、動かされてるんじゃなくて、自分から動いて自分で距離を作ってますよね今ね。徳山のパンチが当たっています。ここもお互いに打ち合う。有効さん、ここまで見てきてどうですか。お互いの弱点みたいなものを見えてきましたか。いやでも徳山君は良、くなりましたね。全然ね、急にまた戻ってきましたね、はい、第9ラウンドパンチもよく見えてるみたいで、はい、第9ラウンドがどうしたのかという感じがしますが、左フック要は気合と気合を入れ直したかもしれませんがね、はい、第9ラウンドを見た限りではですね、疲れ方を見ると、このまま後半までずるずるっといっちゃうかなと思ったんですけど、うまくまたね持ち直しましたよね、まあ、これはよほど練習してる、あれですね、練習の成果出てますよね。あっとペナルサ右です。徳山の左の後右を持っていきました。
さあペニャロサは体力温存という形ではなかったのか、それほど強引には出てきません。徳山の右が顔面を捉えました。プレッシャーをかけてもひらひらとかわされますからね。かけようがないですね。かけようがない、うん、徳山君のまたねスタミナが戻ったんで、またペニャロサがちょっとついていけない展開になってますよね。そうですね、まあ、チャンピオン徳山としてはもうこういう展開でいいという形ですかね。まあ、うまいですね今のところね、はい、前回の試合では右一発で左ストレートをもらいました。右やはりガード触ってるとパンチが怖いですね。そう狙ってはいけません。右フックから左ストレートをもらいました徳山。ちょっと徳山君のスタミナが切れてちょっと反応が鈍くなってますから、ガードをちょっともう上げた方がいいですよ ね、 やはりね、はい、まだこのラウンド1分あります。徳山は前回の試合では右ストレート見事な KO でしたけれども、とにかくいつも KO というのは判定の延長にある。そうですね、ペニャロサの、しかしもう血にも構わず打ってくるペニャロサ。ちょっとドクターでしたねこれ、はい、フレームを取りましたね。レフェリーのコーネルさんがやっとドクターに見せます。いやすごい位置ですね。これはストップかかるかもしれないですね。かもしれませんか、はい、これだけ流れているとということになりますが、ペニャロサとしては最後までやりたい部分があると思います。3年ぶり王座返り咲きを狙ってきた日本、まあ、年齢的にももうチャンスはそれほどないと思いますね、川島さんね。そうですね、もうこれがラストチャンスだと思って本人やってるでしょうね。29歳、やはり頭の部分の怪我が一番ひどいみたいですね。やりますね、もう右目には血が入って見えていないと思うんですが、しっかりと目を見開いて見えてペニャロサ、すごい精神力です。しかしね、今あのドクターストップで時間ロスタイムありましたけど、はい、これは徳山君助かりましたよね、少し休めましたかね、ちょっといいパン作ってダメージ、そんなの消耗はありましたから、はい、この時間でだいぶ助かりました本当に。やはり11ラウンドも10秒切りました、はい、徳山君やはり運というものはね味方しますよね。僕は相手に対して一番勝っているのは運ですという話もしているんですが、その運味方しています徳山。アタフのカスラウンドは一つになりました。さあフィアンセも心配そうに見つめています。徳山正盛、いよいよ12ラウンドまでやってきました。最初攻めていきました、途中で攻められました、中盤から足を使ってペースをつかみ始めたんですが、その後少しスタミナが切れたかのように見えました。そしてその間ペニャロサは血がどんどん流れてきました。それでも構わず打ってきました。さあ判定になるのか、KO で決着するのか。徳山の3度目の防衛戦、両者グローブを合わせました。放送席の採点でも微妙な感じにはなってますけどね、さあどうでしょうか大橋さん、この試合もですね、このペースがこれ一進一退で、非常に本当にいい試合になってますよね、大熊さん、赤、コーナーですがね、ポイントではこっちの勝ってると言ってますね。とにかくね、向こうの方がダメージ大きいから気合でいけということです。やはり要は気合、もう最後3分大熊さん、行くしかありません、はい、頭のカットなんですが相当深いのでちょっと心配だなという話ですね。で、ポイントに関してはここまでは互角だと、ただノックアウトするつもりで行きなさいと、そう2人の兄弟が声をかけていました。なるほど、まあ、おそらく判定では負けてると思ってるんですよね、はい、そのあたりもう KO を狙っていくというペニャロサ、年齢的にもチャンスはそれほどありません。29歳になりましたペニャロサ、血を流しながら目に血が入りながらパンチを当てていく。さあ徳山はそれをどうかわしていくのか、どうか、はい、ちょっと怖い部分であります。ボディ顔面というのは本当に怖い感じですね、はい、ペニャロサね、ボディを打っていく必死な競争、徳山はうまくかわせるのか。徳山のパンチはこのラウンドはそれほど当たっていません。動いた方がいいですね徳山ね。そして、判定のことを考えてもしっかりこのラウンド取っておきたい部分では川島さんありましたからね、はい、そうですね、できれば取ってほしいですね、しかしこれジャッジがどうかでしたか、ポイント取りに行きますと危ない部分がありました。危ないそうですね、さあまた打ってくる、うまくかわしました、一発パンチありますからね、ペニャロサ一発パンチがあります。まだあのスタミナ消耗してるんですけどペニャロサの方も、一発パンチはまだまだね、一発で転換と消せるだけ の、 このパワーはまだ持ってますよね、さあ徳山ちょっとパンチをもらってる、大丈夫か、右手は手を振った、左を振った、さあちょっと足取りが、はい、大丈夫か。徳山君はもう残りのスタミナをこのディフェンス力に力を入れた方がいいですね。残り1分です、要は気合です、動いた方がいいですね。同点勝負、すごい位置ですね、道は険しくても笑って歩いて
たいチャンピオンの徳山、ボクシングでこれだけ流血するというのも、ねね、最近めないですよね。そうですね。で、まあ、ストップかという話もありましたが、これだけ流血、あーっと血しぶきが、すごい、すごい流血戦、まあ、武藤さん、プロレスでは流血戦というのがありますけども、俺の服にすごい大量の血が飛んできた、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。いやー、でもすごい試合ですよね。さあ、ペニャロサの気合、そして徳山の気合、あっとバランス崩したですね、はい、残り15秒です。さあ、徳山いいパンチを当てたい、いいパンチをもらいたくない、いいよかった。さあ、最後だ、あっと最後だ、やばい、はい、さあ、最後大丈夫か、追って、ペニャロサ頑張れ、頑張れ、ここで試合終了、両者抱き合いました。この試合、判定にもつれ込みました。ファイト、ファイト、ここまで違う。いやすごい試合になりました、大橋さん。いや本当に試合すごい試合でしたね、本当にもう一進一退のね、もうあのハイレベルなね技術戦でした、これもね、はい、放送席ではまあ微妙な感じにはなっていますが、まあ、徳山選手がね、逃げ切ったっていう、まあ、印象あるんですけども、まあこれ、まあ、3人のジャッジがね、これ見方が違いますから、はい、アメリカが2人、イギリスが1人のジャッジです。どう判断されるのか、試合は判定にもつれ込みました。ただ今世界の採点基準を見ますと、はい、どうしてもファイターよりアウトボクサーの方がポイントを取る、ね、傾向にありますから、その点を踏まえても徳山選手が有利じゃないかとは、ね、思うんですけどもね。そうですか。ただジャッジがどう判断しているかは分かりません。指名試合という大きな大きな山です。そして3度目の防衛戦、ここも厳しい山であります。徳山どうでしょうか。ジャッジペーパーが集められて今リングアナウンサーの元です。さあ判定が下ります。採点からです。割れたんでしょうか。ウィリアムス115対113、ジャッジハセット115対113、ジャッジキン116対113、最初はともに徳山選手の徳山です。徳山やりました。3度目の防衛成功、指名試合という大きな山を越えました。そして強敵ペニャロサを下しました。2ポイント差が2人、3ポイント差が1人、わずかの差ではありましたが、厳しい厳しいこの試合乗り越えました。フィアンセの認定賞、さあ認定賞が選ばれますが、チャンピオン川島さん、はい、改めてこの試合振り返ってください。そうですね、あの技術戦、またお互いパンチがある、すごい見どころのある試合でしたね。まあ最初は徳山が出た時はちょっとびっくりしました。そうですね、あの前半は予想外の展開で、まあ、後半もちょっとスタミナが切れた感じでちょっとびっくりしたんですけども、でも勝ってよかったですね。そうですね、はい、大橋さん、はい、やはりですね、これ序盤ですね、 1,2 と徳山君出ましたよね。この試合展開がね、これ後々生きてきましたよね。さあ、それではそうですね、はい、チャンピオン喜びの声です。チャンピオンおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。苦しい苦しい防衛戦でした。本当に苦しかったです。ペニャロサ、あぼだ、あの本当にもうペニャロサ選手、前評判通り強くて、試合の途中何度も何度も本当に諦めようとしたんですけど、皆さんの声援にそのたびに助けられました。本当に応援ありがとうございました。チャンピオン、最強のチャレンジャーを倒しました。最大の関門乗り越えました。今後の抱負をお願いします。あ、まあ、とにかく今はこの最大の壁を乗り越えた気持ちでいっぱいで、もう今は先のことは何も考えられないです。すみません。また素晴らしいボクシングを見せてください。見事3度目の防衛、徳山選手でした。おめでとうございます。さあ武藤さん、もう時間がかかってきましたが、一言どうでしたし。いやー、なんか俺も10月8日にタイトル、大きい試合があるんですけど、なんかエネルギーもらいました。さあ、そして菊長選手の龍光選手はなんとリング上に登っているようですね。挑戦状を叩きつけるかもしれません。
本当に道県勝歩最後は素敵な笑顔でした。徳山、この放送はほのぼのレイク、太田遺産、トヨタ自動車、サントリーと